福島から始めよう。福島から始めようキビタンが福島県産の美味しいものを紹介。キビタンコンシェルジュ。表面は鮮やかなオレンジ色、中はとろーり。福島の冬の味覚、あんぽ柿です。福島県伊達市柳川町伊佐沢地区、あんぽ柿の製法はおよそ90年前にこの地で誕生しました。伊達地方といえば桃が有名ですが、実はあんぽ柿もたくさん作られています。東日本大震災の影響により生産を自粛していましたが、2013年冬、一部の地域で再開、3年ぶりの出荷となりました。甘いあんぽ柿の原料となるのは八夜という品種の柿。この柿、なんと渋柿なんです。渋い柿なんだけども、皮を剥いて干すと甘くなるんだよ。収穫した柿は1週間ほど寝かせてさらに熟した後、一つ一つ丁寧に皮を剥いていきます。柿同士を紐で結んだら、ここで美味しいあんぽ柿を作る一つ目のポイント、硫黄燻蒸を行います。硫黄燻蒸とは柿を硫黄でいぶす作業のこと。放っておくと黒くなるんで、それをきれいにするっていう意味と乾燥を進めるためにやるんです。この作業をすることで酸化を防止し、きれいなオレンジ色を保つことができます。最後に柿を干していきます。これが美味しいあんぽ柿を作る2つ目のポイント。干すことによって水分が蒸発し、渋みの成分が抜け、甘みの強いあんぽ柿になるのです。日差しや湿気を避け、空気の循環などに注意しながら、およそ1ヶ月じっくり乾燥させます。出来上がったあんぽ柿は検査場に集められ放射性物質検査を行います。福島県ではあんぽ柿を潰さずに放射性物質濃度の測定ができる検査機器を導入。安全なあんぽ柿を食べてもらえるように徹底した管理がなされています。伝統の味を守るための取り組みが福島から始まっています。キビタンの耳寄り情報。シシドさんが教えるあんぽ柿のアレンジレシピ、しそ巻きあんぽ柿の天ぷら。外はサクサク、中はとろーり。シソの香りとあんぽ柿の上品な甘さが絶妙な美味しさ。ぜひお試しください。あんぽ柿は昔から作られてて、本当に自然な甘さでね、和菓子の原点なんですね。生の柿とはまた一味違う味が出てくるんで、ぜひ皆さんに食べてもらいたいと思います。先人の知恵によって生まれ、現在まで大切に受け継がれてきた福島の伝統の味、あんぽ柿。昔ながらの冬の味覚を、あなたもお一ついかがですか？